さあ今日からリーグ戦開幕です。今シーズンも始まりました。その初戦のゲーム、このスタジアムで今日はどんな試合が見られるのか楽しみです。天候については現在こちら現地は晴れています。今日は好条件でのデーゲームとなります。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。北澤さん、今日からリーグ開幕です。この開幕戦どうご覧になりますか？誰もが待ち望んでいましたからね。ただ気をつけなきゃいけないですよね。今まで準備してきたものがうまく出せるかどうかって非常に緊張感のある開幕戦ですからね。キックオフ、両チームどのような試合の入り方なんでしょうか。エルナンデス、マクシロドリゲス、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。最終ラインまでボールを下げる。キーパー前へ蹴り出します。ガルガーノ、トルホ、さあ一気にカウンター。エルナンデス、さあ右へ預けてスルーパス、いいボール入りますよ。シュート、キーパー、これはよく止めました。いやー、ファインセーブですよね。よく取りましたね、これ。この場面でスーパーセーブです。トルホ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。激しいボールの奪い合い、ボールのここのパス浮かせたボール、カウンターを仕掛けます。ルーズになる。もう一つ前に行きたい。裏のスペースを狙う。コーナーキックとなります。先ほどから前線の選手がサイドに開いているように感じるんですが、いかがでしょうか。そうですね、サイドを起点に攻められますからね、はい、そこに意識をさせておいて空いた中央から攻めることもできますよね、うん、オプションがそこにあるということですね。そうですね。レマ、エルナンデス、前半まだ両チームともスコアレスな展開です。レフリー笛は吹きません。エルナンデス、さあ左サイドへ、
スペースへ出す。いいボールだ。頭、いや頭にピンポイントで合わせたんですが、ここは決まりません。前線出てくる人数が多いですよね。ロド、右サイドへ振って丁寧に足元を使う。長いボール縦へ、これ仕掛けるか、裏へ届くか、抜けた、シュート。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。奪って引きつけておいて、まあ、相手からのミスになりましたけども拾いましたよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。ここをかわした、大きく縦へ。さあカウンタースピードを上げたいところ、ロド、裏へのスルーパス、このパスが抜ける、シュートレンジです。さあ左へ預けて、ファーサイド、ベルナンデス、ペレイラ、ガルシア、ここは一旦キーパーへ下げます。長いボールを送ります。さあ右へ預けて、裏のスペースへ。まあクリアが精一杯ですよね。キーパーから前線へスルーパスを出す。仕掛けるか、一人で持っていく、ここで丁寧にボールを扱う、上がる、もう40分です。エルナンデス、一呼吸を置きます。マキシ・ロドリゲス、クリスティアン・ロドリゲス、ふわっとしたボール、エルナンデス、スルーパスを出す。いいボールですね。クリスティアン・ロドリゲス、ここで丁寧にコントロール、どうだ、ヘディング、おっと素晴らしいシュートだったんですが、ここで笛、先制とはいきませんでした。さあ北澤さん、前半振り返って一言お願いします。ホーム側としてはボールも回せてましたし、シュートまで行けてますから、あとは決めるだけですよね。ここまでの攻撃の形としては問題ないですよね。今日の開幕戦はどちらもシーズンを占ういい試合にしたいところ。両チームスコアレスで折り返します。セカンドハーフ、ゲームはスタートしています。0対0で入っていく後半です。エルナンデス、ここで前を向けるか、ドルーズボール、右サイドへ振って縦へのボール、さあここでカウンター、ロロ、クリスティアン・フェルナンデス、ロロ、ガルガーノ、ロド、さあ右へ預けて、裏を狙っていきます。さあ上がる、チャレンジはしません、後ろに流す、ペレイラ、
ループ狙ったボール。ガルガーノ。クリスティアン・ロドリゲス。組み立てていきます。クリスティアン・ロドリゲス。左上がっていきます。スペース出ましたね。クリスティアン・ロドリゲス。後半の3分の1が経過しました。そろそろここで決定的な得点、また何かアクションが欲しい両チームです。柔らかいボール、ここで受ける。これはつながりませんでした。今日この開幕戦、両チームともまだスコアレスな展開が続いています。そうですね、そろそろお互いゴールが欲しい時間帯ですよね。まあでも時間的に無理しなくてもいいと思うんですけどもね。まあ仮にリスク覚悟で点を取りに行って逆にやられてしまうと勝ち点なしのスタートになってしまいますからね。それは避けたいですからね。さあ左サイドへ、スルーパス。ここは間合いを取る。さあ左サイドへ、クリスティアン・フェルナンデス。さあカウンターを仕掛けます。今狙いましたね。抜けた。ロングフィードで狙う、スクイボールだ。ダイレクト、いけるか。中人数揃っている、中に入れる。チャンスでしたけどもね。そうですね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね。仕掛けていきます。さあ繋がるか。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。裏へ届くか、とこぼれてる。裏の、危ない。お、これいいでしょ。クロス低い、いいとこまで攻めたんですけどもね。中盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。あっと、ここでイエローカードです。あ、これ前に当たったやつですよね。ちょっとディレイ気味ですよね。さあ右へ預けて、アーチのようなパス、このパスが抜ける。お、これいいでしょ。ウィボール、大きく縦へ。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。フェルナンデス、スルーパスを出す。手元の時計3分を切っている状況。クリスティアン・ロドリゲス対応します。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。スルーパスを出す、この位置で受ける。緩いボール、自身上を口に加えて、今試合終了です。0対0、新たなプレッシャーを抱える中で8点1という結果を引き出しました。さあ北澤さん、今日のゲームどうでしたか？今日の試合でお互い修正すべき点がいくつかあったはずなので、それをどれだけ早く潰していけるか、
これによって今後の成績が左右されると思いますよ。はい、ありがとうございます。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合は北澤